みんみんあやみんぱい、こんにちは、福山あやみです。もうそろそろ皆さん卒業シーズンですね。私も今高3なんですけど、もう今年で高校卒業する代なんですけど、なんかすごい寂しいね。なんか高校生って本当にいいよね。なんか今思うとすごい、もっと青春しておけばよかったなとか思ったりとか、制服で放課後なんか友達と遊んだりご飯行ったりプリ取ったりとか、もっとすればよかったなとかも思ったり、まあ、なんかそんな感じで卒業をねもうそろそろするんですけど、でこの卒業のタイミングで結構メイクとかね、髪色とかもガラリと変える子も多いんじゃないかなと思うんですけど、で私もねもう髪とかはこういう活動をしてるので染めたりとかはしてるんですけど、まあ、結構ねこの髪色チェンジするって勇気がいって、私はね私は最初はなんかブリーチとかはせずに黒いまま色を入れたりとか、ちょっとだけブリーチが入ったものやったりとかしてたんですけど、いつ頃かな1年前くらいにちゃんと完全にブリーチをして、なんかピンクっぽい色を入れたんですよ。多分ね YouTube 見返したらわかると思うんですけど、でそっからね結構ねいろんな色にしたりとか、まあ綺麗にね入るようになったから色とかもねやるんですけど、やっぱそれと同時にね髪質もちょっとどんどん傷んでくるし、すぐ明るくなったりとか。私もこれ結構ブリーチ合計3回くらいかなやったのかな、かなり、ね、色落ちとかも早くなっちゃったんですよね。で今回は髪を染めて30日間色落ちのこう検証をしながら、色落ちしにくくなるなんかコツとかを紹介していこうかなと思います。おお、まあ、検証ですね。初めての検証動画です。ん？黙った。初めての検証動画です。だから私がこうやって髪を染めに行って、もうその1日目から30日間の経過みたいのを、まあ、こう撮っていく感じで、どのくらいね色落ちするのかとか、あとはまあしないコツとかをちょっとね紹介していけたらなと思います。でも早速今から髪を染めに行きたいと思います。だからもう今ねちょっとだけね普段より暗い感じなんですけど、またここに髪色を入れて今日から30日間検証していきたいと思います。じゃあ美容室行ってきます。はい、今美容室着いたので今から髪の毛染めていきます。染めてきた、そうだね、一本一本がこうグレープになってる。本当だ、グレープ。染めてます。出来上がりました。アッシュグレーに染めました。すごい可愛いこんな感じです。はい、ではこれから30日間色落ち防止効果検証していきたいと思います。今回はパンテーンミラクルズカラーシャインシリーズのシャンプーとトリートメントとカプセルミックスクリームを使って色落ちを検証していきたいと思います。髪を染めてシャンプーして1日目です。まあ、まだ1日目なので全然色は入ってます。ここからねどのくらい色落ちしていくのか。はい、3日目の髪色です。あ、3日目だけどまだ全然暗くて色落ちしてないですね。こんな感じです。染めて7日目が経ちました。でもあんまりまだ全然ね明るくなってなくて、色落ちもそんなにしてないですね。はい、髪を染めて14日目が経ちました。2週間です。2週間の髪色こんな感じです。見えるかな、ちょっとねお仕事でフィッシュボーンをしてたので外すとねボサボサになるかなと思ったのでこのままなんですけど、でも2週間の割にはそこまで色も落ちてなくて、まだなんか保ってる気もするけど、
あ、そっか、まだまだ全然暗めの方ですね。多分ね、普段だと2週間経っていくと結構もうね、色も落ちて明るくなるんですけど、まだ暗めですね、全然。はい、じゃあまだまだ引き続き検証していきたいと思います。バイバイ。はい、21日目です。21、こんな感じです。うん、でも室内だとね結構暗めで、外に出るとちょっと明るくはなるんだけど、うん、こんな感じです。はい、30日間が経過しました。イエーイ。今の髪色こんな感じです。見えるかな。え、かなり暗めじゃない。まあ、今回実際にこうやって30日間ちゃんと使ってね、検証をしてみたんですけど、私も以前似たような髪色に染めたことがあって、その写真を見返して分かったことが、本当に私1週間くらいでかなり色落ちてて、でもうその1週間2週間3週間経つと、もうお部屋の中で撮ってるんですけど、お部屋の中でも結構明るく写ってた気がするので、今回このねパンテーンのやつ使って、本当に今30日間経ってくらい、すごい暗い暗いね本当に。これね今回毎日使ってきたんですけど、色落ちはね、それあのカラーしたから落ちはするんですけど、その落ちるスピードが緩やかというか遅くて、で落ちてからも暗さをキープできてた気がするので、2、3回くらいブリーチしてるんで、もっと明るくなるはずなんですけど、まだね暗さが結構キープできてて、今びっくりしてます。うん、いつもね何日くらいでね色落ちするんだろうって、別にねあのなんか考えたことなかったから、写真を見返して本当にびっくりした。私ってこんなに色落ち早いんだと思って。でも今回これ使って本当に色落ちからの暗さもキープできてたので、すごいなと思いました。でこのね今回使ったこのパンテーンミラクルズカラーシャインシリーズ、これなんか3つ、シャンプー、トリートメント、クリームがあって、このシリーズを一緒に使うのがすごくおすすめです。でね、香りもね、すごくいい香り。ローズとジャスミンをブロンドした上品な香りとか言ってたから、すごい、めちゃめちゃいい上品な香りだし、パッケージもすごい可愛いんですよ、ピンクで。で、私がいつもやったのは、まあ、普通にシャンプー使って、トリートメント、まあ、普通にします。クリームなんですけど、全体的につけて、ちょっと私は時間を置いて、まあ1、2分くらいかな、その間になんか歯磨きとかしてるんですけど、これはね週3でつけるんですけど、これがねすごいんですよ。ちょっと実際に出してみると、こんな感じのクリームで、この中にねちょっと見えるかわかんないけど、ちょっとねオレンジ黄色っぽいカプセルがあって、このカプセルがあの高級美容液カプセルなんですけど、これがねいっぱい入ってて、これをこうやってね、見えるね、こうやってしたら見える、ほらここら辺につぶつぶ入ってるんだけど、これをねこのカプセルを潰す感じで手のひらで混ぜてから、あ、すごいいい匂い、これを混ぜてからこうやって髪全体につけてます。うん、であとねなんかこういうトリートメントとかしてる時に、櫛とかで髪を溶かすとより髪に浸透するらしいので、ぜひやってみてください。すごいサラサラになります。髪質なんですけど、私結構傷んでて、ひげ毛とかも結構あって、でこれはサルフェート無添加のシャンプーなんで、カラーした後のキューティクルとかを傷つけにくくて、まあ、優しく洗うことができます。あと使ってみて泡立ちもすごい良くて、私が普段なんかカラーシャンプーとか混ぜて使ってるのは全然泡とか立ちにくくて洗いにくかったんですけど、これは本当に普通に泡も立つし、すごい滑らかな感じだったので、すごい洗いやすかったです。あと髪色に合わせてこう買うのってすごい大変じゃないですか、なんか紫とかピンクとか、でもこれはいろんな色に対応できるので、すごく使いやすいし、めちゃめちゃ便利だなって思いました。変にキシキシとかもならず、結構保湿されてる感じで、髪質も全然変わらず綺麗に保てることができました。ちなみにこの桜のパッケージが限定で発売されてるみたいです。ベストコスメアワードを受賞してて、そう SNS でもすごいね話題なカラーケアアイテムなんですけど、これねあのドラッグストアとかに
普通に売ってるので気軽に使えるカラーケアアイテムです。で私結構もう毎日、もう本当にねこれは毎日やってるんですけど、結構ね髪の癖も強い方なんで、毎日アイロンとか使ったりとか、まあ、ドライヤーも使ったりとか、お仕事でねアイロン使うこと多いんで、まあ、それもね結構色落ちの原因になってるので、まあ、それが私は本当に温度を低めというか、前までは本当180度とかでやってたんですけど、最近はもう150、140とかでやるようにはしてます。はい、あとは洗い流せないトリートメントとかをする前につけてちゃんとねカバーしてみたいな感じでやったり、そういうのをやると少しは違ってくると思うので、皆さんやってみてください。今回ねこのシリーズを実際に30日間使って髪のね色落ちとか、まあ、髪質とかだったりを実際にね検証してみたんですけど、本当にね色落ちを実際に本当に実感したし、あと髪とかも匂いとかもすごい良かったんで、すごいおすすめできる商品だなと思います。あと私と同い年かなの子たちは多分、まあ、高校卒業して次まあなんか大学とかね普通に就職とかする方で、結構髪色とかで悩んでたりとか、初めてブリーチしたりとかする子も多いと思うんで、まあねなんか本当にね私もね実際にねカラーしていろいろ知識が追いついてなくて、もうしっぱなしって感じだったんで、こういうねカラーケアアイテムをちゃんと使うとすごい髪にもいいし、すごいお金もかからないというか、色落ちとかも本当にやっておくとすごいいいと思うので、まあ、初めてやるよっていう方とか、まあ、困ってる方はぜひ使ってみてください。この商品は概要欄に URL も貼っておくので、ぜひ気になった方見てみてください。じゃあはい、こんな感じで今回は検証してみました。はい、じゃあ皆さん髪色楽しんでくださいバイバーイ。私も頑張ります。